ヨークタウンはアメリカ海軍の航空母艦。ヨークタウン級航空母艦のネームシップ。その名を持つ艦としては3隻目。1942年ミッドウェー海戦で沈没した。愛称はオールドヨーキー。また、101日間世紀の補給なしで外洋で活動を続けたことからワルチングマチルダと呼ばれた。 ヨークタウンは1934年5月21日に、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港した。1936年4月4日に、エレノアル・ウズベルトによって浸水され、バージニア州ノーフォークの海軍作戦基地において1937年9月30日に、初代艦長アーネスト・ディ・マクルーター大佐の指揮下、収益した。 偽装完了後ヨークタウンはバージニア州ハンプトンローズで完熟訓練を行いバージニア三崎沖で新たに配備された航空団の訓練を行った1938年1月8日にカリブ海へ出港しプエルトリイコのクレブラに1月13日到着続く1ヶ月にも及ぶ試運転の間にバージン諸島セントトーマス島のシャーロット・アマリーハイチのご内部 キューバのグアンタナモアンパナマ運河地帯のクリストバルを訪れた。クリストバルのコロンバンを3月1日に出港し、ハンプトンローズに6日に帰港した。翌日調整のため、ノーフォーク海軍交渉へ移動。1938年の秋の間を使って、修理と調整が行われ、ヨークタウンは10月17日に海軍交渉から、 ノーフォーク海軍基地へ移動し、またすぐに南方に向かい訓練というのが繰り返された。ヨークタウンは東海岸を拠点として、チェサピーク湾からグアンタナモ湾までの範囲で作戦行動を行う。1939年には第2空母部隊の機関として、最初の対抗演習、フリートプロブレム XX に姉妹艦エンタープライズと共に参加した。 その演習の様子は、従順洋艦ヒューストンに上艦した、フランクリン・ルズベルト大統領に目撃されている。演習が終了するとヨークタウンは4月20日に、ハンプトンローズに帰還する。一週間後に、パナマ運河を通過して、太平洋艦隊に合流、定期的な作戦行動に入る。1940年は、 カリフォルニア州サンディエゴを拠点として活動し、同年4月には演習、フリートプロブレム21に参加した。フリートプロブレム21での結論で、ハワイ水域の艦隊勢力を維持するため、ヨークタウンは、翌年の春まで、アメリカ西海岸、ハワイ海域で活動した。しかしながら、ドイツ海軍の U ボートによる成功は、 アメリカの海軍力変更を要求することとなった。大西洋艦隊強化のため、海軍はヨークタウンを含む主要戦力を移動させることとなる。ヨークタウンは、駆逐艦ウォリントン、ソマーズ及び、ジョーエットとともに1941年4月20日に、新珠湾を出港、パナマ運河を5月6日、7日に通過し、バミューダに12日到着する。この時から、 アメリカ海軍は戦争状態に突入し、ヨークタウンはニューファンドランドからバミューダへかけての範囲を4回偵察し、アメリカが中立でいる間に17,642マイルを航海した。日本海軍による真珠湾攻撃でアメリカ太平洋艦隊の戦艦軍はほぼ壊滅に近い打撃を受けたが、空母は出航していて無傷であったため、これらが 戦略的な重要性を持つこととなった。1941年12月7日の時点で太平洋に配備されていた空母はエンタープライズ、レキシントン、サラトガの3隻でレンジャー、ワスプ、そして最近収益したホーネットは大西洋にいた。ヨークタウンは1941年12月16日にノーフォークを出港し太平洋に向かった。 この間にヨークタウンは航行しながら2 0トル基準を取り付けた。12月12日にパナマ運河を抜け、1941年12月30日にサンディエゴに到着。そこで新たに形成されたフランク・フレッチャー少々率いる第17任務部隊の機関となった。サンディエゴでは補い用機42機を搭載し、それによって、 ヨークタウンの搭載機数は129機となった。ヨークタウンの太平洋での最初の任務は、アメリカ領サモアへ、海兵隊増援部隊を運ぶ船団の護衛であった。ヨークタウンは1942年1月6日に、サンディエゴを出港し、トゥトゥイラ島のパゴパゴへの海兵隊の移動を支援した。この時ヨークタウンに同行したのは、 海兵隊を乗せた3隻の客船モンタレー、マトソニア、ラーラインと弾薬運搬船、ラッセン、給油艦カスカスキア、工作艦ジュピター、従順洋艦、ルイビル、軽順洋艦セントルイス、駆逐艦、シムス、ウォーク、ラッセル、ヒューズであった。1月7日、ヨークタウン搭載のワイルドキャット戦闘機1機が、不時着水した。続いて1月8日、 1>, 1月12日、1月14日にも、戦闘機が失われ、原因究明が命じられた。海兵隊の移動支援を終えると、ヨークタウンは、エンタープライズと共に1月25日に、サモア海域を離れた。6日後、マーシャル・ギルバート諸島機動空襲のため、エンタープライズを中心に、第8任務部隊、ヨークタウンを中心に、第17任務部隊が形成された。 そして、第8任務部隊は、マーシャル諸島攻撃に、第17任務部隊は、ギルバート諸島攻撃に向かった。1月31日、ヨークタウンは攻撃隊を発進させ、ボブ・アームストロング少佐率いる、ドーン・トレス級高下爆撃機17機とジョー・テーラー、少佐率いる、デバステーター来撃機11機がヤルートに、ビルバーチ少佐率いる旧高下爆撃機9機がマキンに、 ウォリー・ショート隊員率いる急降下爆撃機5機がミリに向かった。このうちヤルート攻撃はカーチス・スマイリー・中佐がサが葬式を取った。この攻撃でヨークタウンは7機の搭載機を失った。ドーントレス2機とデバステーター2機が空中衝突により喪失。デバステーター2機がヤルート干渉で不時着して乗員は 日本軍に投降し、ドーン・トレス1機が帰還途中に不時着した。ヤルートに対する第二次攻撃も計画されたが、大雨や日没のため中止された。2月6日、新珠湾に入港。10日間在泊し補給などを行った。2月16日、ヨークタウンは、巡洋艦、ルイビル、アストリア、駆逐艦6隻と共に出港した。ヨークタウンの任務は、 オーストラリアとの交通路の防衛であった。3月6日、空母歴シントンを機関とする第11任務部隊と合流。両空母はニューカレドニアへの連合国軍部隊同支援のため、ラバウルとガスマタに対する攻撃を命じられた。だが、日本軍のライサラモア上陸を受けて目標がライサラモア地区に変更された。3月10日、 二隻の空母から104機が、応援スタンレー300号への攻撃に向かった。ヨークタウンからはまず、ビルバーツ小佐式のドーントレス13機とジョー・テイラー、小佐式のデバステーター12機が発進し、続いて、ボブ・アームストロング小佐式のドーントレス17機以上、最後に、オスカー・ペダー・ソン小佐が、ワイルド・キャット10機を率いて発進した。ヨークタウンの攻撃隊は、 前期機関したが、レキシントンの攻撃隊は一機を失った。ヨークタウン攻撃隊は、ライオ、レキシントン攻撃隊は、サラモアを攻撃し、戦火は、ライでは金剛丸、天洋丸撃沈、航海丸中波、サラモアでは、横浜丸撃沈、チャイナ丸と不接感津軽損傷であった。この攻撃後、レキシントンは、ヨークタウンと分かれて、真珠湾へ向かい、ヨークタウンは、 産後会の紹介任務に戻った。この紹介任務は極めて単調で乗組員は、あらゆる手段で退屈をしのいだ。トランプゲームに教じスプーンとヤスリで五十セント玉から、銀指輪を作り、十セント玉はイヤリングへと化け、編み物に凝り、ベッド飾りや、アフガン編みで、水差しのカバーを作った。また、共産主義者を抗言する、者たちは、 戦後に、ヨークタウンの共同生活体を作ることを計画し、ヨークタウン乗組員の最古参であるオルター・フォックス、兵装により、催眠術教室が開かれた。フレッチャー司令とバックマスター艦長は、伝統のスイッチの文字で議論をした。また、食事の単調さから、乗組員が食料庫に忍び込むことが多くなった。以前から懸念されていた。 戦闘機の問題の原因もこの期間に判明した。それは以前より燃料の品質が劣っていたことでランクのゴム製ライナーが腐食し、その破片がパイプに詰まってエンストを起こしていたというものであった。日本軍は次の作戦としてポートモレスビー攻略を計画していたが、アメリカは暗号解読によりそれを察知した。 4月29日、ヨークタウンは次のような命令を受信した。5月1日より、産後会で、作戦行動すべし、米合交通線を確保するため、後期あらば敵艦隊及び海上輸送、航空機を撃滅せよ5月1日、エスピリッツサント島でヨークタウンは、歴ントンと会合。また、この日は長きにわたる、紹介任務でついに、 トイレットペーパーが切れた記念日でもあった。ヨークタウンは、ネオ賞から、レキシントンは、ティッペキャノーから給油を開始したが、フレッチャー少将は給油中のレキシントンを残して、精神を始めた。5月2日、産後海で関西機が、イ24を発見して攻撃したが、命中弾はなかった。5月3日、つらぎで揚陸中の日本軍輸送船二隻発見との、 報告が届いた。これを受けてヨークタウンは北上して、レンネル島沖に達し、5月4日に、ツラギへの攻撃を開始した。ヨークタウンからは、ジョー・テイラー小佐式のデバステーター12機と、ビスバーツ小佐式のドーン・トレス13機、ウォリー・ショート隊意識のドーン・トレス15機が発進した。この攻撃では、駆逐艦機くずきに、魚雷一本が命中した。未幹換機はなかった。 続いて、第2次攻撃隊38機が発進。ドーントレス14機が、第14総海隊の玉丸、第1号総海特務艇、第2号総海特務艇を攻撃して3隻とも、撃沈。残りは、不設艦沖の島と駆逐艦湯月を攻撃したが、日本軍の水蒸気2機の妨害を受けたこともあり、爆弾魚雷ともに命中しなかった。攻撃隊の損害は、 デバステーター1機であった。第3次攻撃では、ドーントレス21機が発進、アメリカ側記録では上陸用、終停4隻撃沈とあり、また輸送先行栄丸が、この攻撃隊の攻撃で被害を受けている。以上の他にワイルドキャット4機も、ヨークタウンから発進し、ユーズを銃撃して、艦長などを戦死させたが、二機は燃料欠乏により不時着した。 この攻撃では、魚雷22本、500ポンド爆弾76発、機関銃弾8万3000発が消費された。攻撃終了後、ヨークタウンは、レキシントンとの合流のため南下した。5月5日、ヨークタウンは再び、レキシントンと合流。また、オーストラリアから出撃してきた第44任務、部隊も合流した。これらの部隊は5月6日に統合され、 第十七任務部隊となった。ヨークタウンは、ネオショーからの給油を開始したが、日本軍機に接触されたことから5月6日夕刻に、補給を中断して艦隊は北西に向かった。5月7日、従順洋艦オーストラリア、シカゴ、軽順洋艦ホバート、駆逐艦三隻が分離された。また、この日ヨークタウンから、ドーントレス十機が、作的に発進し、そのうちの一機が、 空母に従順に発見を報告してきた。これを受けて、ヨークタウンから42機、レキシントンから50機が発進した。だが、空母発見は報告時のミスであり、実際には作敵機は空母は発見していなかった。しかし、攻撃隊は日本軍の MO 主体を捕捉、攻撃した。攻撃隊は、小和を取りを撃沈し、損害は、 戦闘機2機、急降下爆撃機3機であった。一方、この日日本軍は、ネオショウを空母と誤認して、空母昇格と随格から攻撃隊を発進させ、ネオショウを撃破し随行していた、駆逐艦シムスを撃沈した。午後、日本軍は、艦爆12機、艦航15機を発進させ、フレッチャーの艦隊に対する白母攻撃を試みた。アメリカ側は、 この攻撃隊をレーダーにより発見、ヨークタウンから11機、レキシントンから4機の戦闘機が発進して迎撃に向かった。これにより日本側は大きな損害を受け攻撃を断念して帰途に着いた。この際日本機がアメリカの空母を味方の母艦と誤認して着艦を試み、アメリカ側も侵入する関西機を日本機だと気づかないということがあった。 この時オークタウンの法術長、デイビス少佐は、総員、切り込み隊に備えへ、と叫んでいる。結局日米双方が間違いに気づき、日本機は退避して行った。この夜の戦闘でアメリカ側は3名のパイロットが、戦死した。5月8日、歴ントンから18機の作敵機が発進した。作敵機は、日本の機動部隊を発見し、 ヨークタウンから39機、レキシントンから43機が発進した。攻撃隊ではまず、ヨークタウン第5昇海機中隊が昇格を攻撃したが、命中弾なし。続いて、ヨークタウン第5爆撃機中隊が攻撃し、昇格に1000爆弾2発を命中させた。第5爆撃機中隊の攻撃後、ヨークタウン第5来撃機中隊が昇格を攻撃したが、 命中魚雷はなかった。ヨークタウン攻撃隊の損害は、喪失、急降下爆撃機 3, 大破、急降下爆撃機 9, 雷撃機 1, 小破、急降下爆撃機 6, 雷撃機2であった。昇格にはこの後の歴新ン,ン隊の攻撃でさらに100ポンド、爆弾1発が命中している。アメリカ軍の攻撃隊が日本の空母を攻撃している頃、 アメリカの空母も空襲を受けていた。ヨークタウンはまず来撃8から9本を受けたがこれは回避した。ついで、エマタモツ隊員率いる随格艦爆隊の攻撃を受け250キロ爆弾一発が環境広報2番エレベーター前23ヒートの場所に命中し、また3発の資金弾によって燃料漏れが生じた。命中した爆弾は飛行艦ン 第五爆撃隊の待機室、海兵隊居住区、倉庫の順に貫通し、飛行機用保用品倉庫の走行看板で炸裂した。火災による黒煙とガスで、機関化ボイラーインは、持ち場から脱出した。三つの釜室が損傷するも、決死隊の応急措置によりヨークタウンは24、ノット発揮可能となった。攻撃では歴ントンも損傷し、 一旦は復旧したものの爆発を起こして炎上し、処分された。応急処置で燃料漏れは抑えたものの、給油艦、ネオシ症を失っていたヨークタウンは、5月10日に、トイガタプ島に闘病した時点で、保有燃料を使い果たしていた。この時のヨークタウンは、燃料事情が深刻となっており、すでに重油はなくなり、ディーゼル油を焚いて、過労じて、トンガにたどり着いていた。 ヨークタウンはすぐさま補給を行おうとしたものの、そこで唯一補給可能であったものは、イギリス戦闘祭のもののみであり、その質は悪く用が浮いていたという。燃料補給とともに、応急修理もなされた。5月24日、フレッチャー少将は速やかに寄稿せよとの命令を受けた。そして同日ヨークタウンは、トンガタプ島を離れ、5月27日に、真珠湾に到着した。 真珠湾のドックに入る空母ヨークタウン。修理完了には90日あるいはそれ以上かかると報告されていたヨークタウンであったが、応急修理なら2週間以内にできるかもしれないという報告もあり、5月17日に行われたトンガタプト機構後の調査で早期戦線復帰が可能であれば最低限の修理を真珠湾で行い、戦列復帰させることが決定した。 これに伴い修理に必要な物資が大至急で、かき集められた。ちなみにこの時集められた物資の中には、手法で使用する冷凍機や酒も含まれていた。27日に、新珠湾に寄港すると、太平洋艦隊司令長官チェスター W ニュミッツ、大将が直接損傷状況見分を行い、応急措置を施せば、戦列復帰は可能と判断。 三日で修理を行うよう命令した。修理は24時間体制の特管工事で、作業効率を優先市民肝心である修理工に兵隊を指揮監督させる方式で行われた。修理法は、破損箇所に後半を、つはぎで、溶接、換気不十分で、 艦内温度が摂氏48.9度の虫風呂状態といったいささか乱暴なものであったが、オアフ島の一部を停電にして、海軍交渉に電力を優先に供給する、う調整するなど、全面バックアップが取られ、2日後の29日11時には、穴は完全に塞ぎ終わりドックの外へ出すことができるまでに、回復された。ただ、ヨークタウン乗組員の改装では修理は、 いい加減な間に合わせであり、実際、感覚書の隔壁が破壊されていたりずれていたために、水密性も大きく悪化しており、ただでさえ低い水雷防御力が、さらに低下していた。同時に、連戦続きで101日にわたって、正規の補給なしで不定していた物資も大急ぎで、補給された。ある宝術家の可視官は48時間ぶっ通しで、 爆弾搭載作業に当たったとの回想が残っている。一番重要な艦載機については、35回回戦で消耗した第5雷撃隊と第5偵察隊は下ろされ、サラトガの飛行隊であった第3戦闘機隊第3爆撃隊、第3雷撃隊が搭載された。残る、元々の搭載機のうち第42戦闘機隊は、VF-3 に組み込まれ、 第5爆撃隊は、第5偵察隊と解消された。最終的に、関西機は、となった。この時戦闘機は、従来の F4 階から3から、新たに F4 階から4が搭載されたが、F4 階から4を整備したことがある整備士も、整備マニュアルもなく、整備は、難航を極め、出航後も特艦で整備された。またパイロットも小純機の調整が必要。 機銃を2問追加したことによる運動性低下に対する完熟飛行はなし、都合3空母のパイロットの寄せ集めで一つの部隊としての訓練もなしという状態であった。ミッドウェー海戦においてヨークタウンは当初、フレッチャー少将の指示により、後方で艦隊直演と作敵を担当することとなっていた。 しかし、レーモンドエース・プルーアンス少将率いる第16任務部隊が発見した日本空母艦隊へ攻撃隊を発艦させた際、フレッチャー少将は新たな敵艦隊がいなかったことから、ヨークタウンも攻撃に加わることを決めた。フレッチャー少将は当初第2波も出撃させる予定であったが、35回回戦にて作敵ミスから、 日本空母艦隊ではなく離れていた小型空母の小鳥に攻撃を集中させてしまった失敗を踏まえ、さらに敵艦隊の詳細がわかるまで待機させた。攻撃に向かう際、レスリー小和機含む爆撃機体4機が整備時の配線ミスで爆弾を誤投棄してしまうアクシデントがあったが、そのまま日本艦隊へと向かった。ヨークタウン発艦時に、 ペダーソン飛行長が行った、航行指示が功を奏し、ヨークタウン攻撃隊は、全部隊がまとまって、日本艦隊にたどり着き、攻撃を行うことができた。42機にも及ぶ冷戦の時期延滞による攻撃を、受け、来撃機体は、マッセー少佐含む10機が撃墜される。大損害を受けたものの、サッ少佐率いる戦闘機体は後に、サッウィーブと呼ばれる。 変態空戦術を行い一機悲劇追に対して五気劇追という戦果を挙げた。そしてレスリー少佐率いる爆撃機体は攻撃を受けて緊急支援要請を出したマッセイ少症らの攻撃機を援護するため前方に見える空母操流を攻撃。爆弾三発を命中させ後に沈没させる成果を挙げた。なおこの時、レスリー少佐は前述のアクシデントにより 爆弾を後投棄してしまっていたが、両機の援護のために、部隊の先頭に立ち、機銃装者を持って突撃したという。この時同時に攻撃を行った、エンタープライズ爆撃機体の攻撃により、空母赤木、加賀も後に沈没することとなった。だが、この後ヨークタウンは残る飛竜の反撃を一心に受けた。飛竜攻撃隊の接近に伴い、ヨークタウンでは、 対空戦闘準備が行われていたし速力は30.5ノットを発揮していたという。まず第一次攻撃隊として、小林道夫隊率いる18機の99式、艦上爆撃機の攻撃が行われ、直演機の迎撃により10機が撃墜され、対空砲火の迎撃により2機が、登壇が前に撃墜された。 ヨークタウンでは5インチ砲から27ミリメートル基重、20ミリメートル基重、12.7ミ、mm、リメートル基重、7.6ミリメートル基重、挙句の果てには、スプリングフィールド小銃までもが、日本軍機を迎撃したが、残る6機の爆撃を受け3発が直撃した。これによりヨークタウンは炎上し、第一ボイラー室を除いて、すべての動力を喪失、航行不能に陥った。 しかし迅速な応急修理もあって、被弾から約25分後には、艦載機の発着艦が可能となり、さらに1時間後の13時50分には、第4位から第6ボイラーの復旧に成功した。しかし、被弾による影響により、レーダーと無線は、使用不可能になっており、フレッチャー少将は12時34分に機関を、従順洋艦アストリアへ変更すること決意し、異常した。 応急修理完了から約40分後の、ヨークタウンは、飛竜からの第二次攻撃隊として、森茂る隊医率いる6機の冷戦に護衛された、友永上司隊医率いる97式、艦上攻撃機10機の来撃を受ける。ヨークタウンは、最大速力で20.5ノットしか出なかったが、友永隊以来第一中隊5機中4機が放った、魚雷をすべて回避した。だが、 実績指揮官の橋本敏夫隊率いる第2中隊率いる5機中4機が放った魚雷のうち2本が左舷に直撃、再びヨークタウンは航行不能に陥った。この際、橋本隊は友永隊機がヨークタウン環境に体当たりしたと証言しているが、アメリカ側では被弾し海面に突入したとされている。この光雷により全てのボイラーが停止。 短時間のうちに26度まで傾斜し、転覆の危険もあった。この状況で、ヨークタウンの動力を復帰させるためには、浸水を止め、燃料を右辺に移し、傾斜を回復させることが必要だった。だが大型発電機と配電盤の損傷により、管内に電力供給ができず、応急作業は不可能な状態であった。バックマスター艦長は、 ヨークタウンが助からないと考え、14時58分に、総員退官を下した。ヨークタウンは、日本軍による路角を警戒して、来撃処分のための駆逐艦ヒューズと共に取り残された。だが、ヨークタウンのバックマスター艦長は、ヨークタウンを諦めておらず、従順アストリアに救助隊を集結させていた。ヨークタウンは、修理不足により、 水密性が悪化した状況でありながら沈没せず、6日午前4時40分、総員体管から38時間後に駆逐艦、ハムマンがヨークタウンに横付けした。バックマスター艦長以下救助隊は、ハムマンからヨークタウンに移乗し、左限5インチ砲がの切断陶器、艦載機の残骸の陶器等の作業を開始した。だが、日本海軍も動いており、連絡を受けて遅れて戦場に入った。 田辺や八八章佐指揮下の日本潜水艦 E168 によってヨークタウンは現地時間6月7日5時半に発見された。ヨークタウンは3ノットで栄光されながら駆逐艦、ハムマンが横付けして復旧作業の最中であり、傾斜が22度まで回復していた。厳重な警戒体制であったが1 6 8はその場で360度旋回をしたり、ヨークタウンや 駆逐艦の真下を通過するなどして、距離を測り、発見から8時間後の13時に4本の89、式魚雷が発射された。これを発見した、ハムマンは即座に、機銃で魚雷の迎撃を測り、ヨークタウンからの離脱を行いつつ、爆雷を起爆状態にセットし、対戦戦闘に移ろうとした。だが、ヨークタウンには2本の魚雷が、右弦に命中。ハムマンも、 ヨークタウンから離脱するだけの時間はなく、魚雷一本が命中して合沈した。魚雷の被害に加え、ハムマン号鎮時のボイラー爆発、及びハムマンの搭載する爆雷の水中爆発の衝撃がヨークタウンを襲い、ウゲンキス水戦火の損害がさらに拡大した。皮肉にも、ウゲミへの浸水で、傾斜角が17度まで回復した。もっとも、すでに浸水量は、 ヨークタウンの浮力を超え、船体は沈みつつあった。バックマスター艦長はそれでもなお、ヨークタウンを救おうと予動し、ヨークタウンを修理する志願者を募ったが、ヨークタウンの状態は悪化し復旧作業は断念された。ヨークタウンは二度目の総員体官が行われた。1942年6月7日、沈没するヨークタウン。護衛の駆逐艦からの反撃は、 死列を極め、E168 も大きな損傷を受けたが現場からの退避に成功した。ヨークタウンは、さらなる大浸水にもかかわらず、翌日5時頃まで感を保ち続けたが、左減から転覆し沈没した。なお、ヨークタウンが沈没に長時間を要したため、戦死者数は58名と極めて少数に止まった。USS ヨークタウン CV-5 は、 第二次世界大戦の戦考で3つの従軍聖章を受賞した。E168 はその後の戦闘によって撃沈されたが、田辺艦長は他の潜水艦に転勤となっていたため終戦まで生き延びた。戦後 GHQ からヨークタウンへの攻撃について必要な調査があり、その慎重かつ大胆な攻撃方法に調査を担当した米兵も驚いたとされている。 1998年5月19日に海底に眠るヨークタウンの船体が確認、撮影された。船尾から海底に衝突したために、最後部は変形しているが、それ以外では大規模な破損は見られていない。原則には、魚雷の命中による、発光が確認されている。ありがとうございます。